クイックルックは MacOS に搭載されているファイルを手早くプレビューし確認することのできる機能。MacOS 10V10.5 のファインダーの機能の一部として Apple の ADC2007 で発表された。なお Windows OS 用に作られた同様機能のサードパーティーアプリケーションが存在する。MacOS 10V10.4 以前のファインダーにおいてもアイコンプレビューは可能であったが、 クイックルックではファイルをアプリケーションで開くことなく、半透明なウィンドウにその内容をほぼ完全な形で表示することができる。また、クイックルックの機能はファインダーに限らず、メールやアイケット開く、保存ダイアログ、スポットライトでも利用が可能である。クイックルックでは、テキストファイル、PDF、画像、動画、iWork のページーズや Numbers のファイル、Microsoft のワード、 Excel、p o w パワーポイントのファイルを含むほとんどのファイルをプレビューできる。ファイルを選択してキーボードのスペースキーを押すことでクイックルックのウィンドウが開く。またスポットライトではファイルにカーソルを乗せると自動的にクイックルックが表示される。クイックルックは MacOS 10 v10.5 から搭載された。MacOS 10 v10.6 から開く。 保存ダイアログでもクイックルックが利用できるようになった。MacOS 10 Lion では、対応するファイルの種類が増える、スポットライトでも利用できるようになる、他のアプリケーションに切り替えてもクイックルックウィンドウが表示されたままになるといった大幅な改良が加えられた。ありがとうございます。